はい今回はマイナンバーカードを大量に偽造した女が警視庁に逮捕されたというやばいニュースこちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、このニュースですね数日前からま話題になっているんですがまあ、SNS で,ですねかなり話題になっている内容なんですねでこれとてもやばいんですよもうさっさと一刻も早くこのマイナンバーカードこのマイナンバーに関するものをやめなければ日本国民の個人情報がどん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 漏洩してしまうと。 まあこの大きな、まああまねニュースとてもやばいニュースについて今回考えていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますニュースの記事にもなっているんですがまあ、それとは別にですねこのかなり SNS でも話題になっているということでまずこちらからあ考えていこうと思うんですが日本人の個人情報マイナンバーのデータがですね過去に中国に流出したことがすでにあるんですね500万人ぐらいこれかなり話題になりまして 全然セキュリティ面がね、もう脆弱っていうか、もうどうもなってないわけですよ。で、全然このことを考えていないと取れる、このマイナンバーっていうこのシステムですね、おかしいとしか思えませんので、もう即やめるべきだと思うんですよ。で、今回はニュースにもなっていますが、SNS でですね、いろんなことが言われている、大体ですね、まあ、ほぼ調べた限り、9割以上の方ですね、もう、 うん、99%の方が否定的な意見で僕も明らかにおかしいんでも即このマイナンバーカード、うん、2024年からマイナ保険証とか言ってますがそんなのは即やめるべきだと思うんですが例えばですねこのニュースの要約となるんですが、まあ、こういったことなんです端的に言うとねマイナンバーカード750枚を含む約1万枚のカード偽造ってね でそれを中国の指示役から送られてきたことを、ですね個人情報を、まあ、専用のプリンターを使ってカードを偽造したということで、ここから何がわかるのかというと、組織的な犯行を行っているということなんですね。だから今回あの、逮捕された女っていうのは実行犯であり、後ろに指示役、黒幕がいるということなんですよ。こんなこと一人でできるわけないじゃないですか。 マイナンバーカードを750枚、1万枚のカード偽造って、こんなことがね、なってしまっていること自体おかしいんで、もう即、この日本国民の個人情報がばれる、流出する、そういったものをやめるべきなんですよ。うん、で、この、まあ、実行犯である中国籍の女がマイナンバーカードを偽造して逮捕されたということなんですが、このマイナンバーカードを のマイナンバーの担当大臣をしていた河野太郎がこの件を聞かれたんですが。 対応が必要ならば対応を取らなければいけないというふうに思ってるって言ってることが訳わ,わかんないじゃないですかもう対応をと取るしか道がないでしょこの日本国民のこの個人情報がだだ漏れしてるこの状態においてだ全くこの河野太郎っていうのもわけわかんないんですよ日本国民の個人情報がねどんどん外国に漏れるそしてこのね悪用されるっていうことのことの重大性を全くね軽く感じてるっていうことでもうおかしいとしか思えませんからね、うん、で、 まあ大体あの人数的にははっきりと、まあ、の日本国民の個人情報がどれくらいの人数というか数的には分かりませんが大体まあ数百万ぐらいの日本国民の個人情報が中国にえまあ流出したわけですよ流出というか漏洩っというかそしてまあ偽造されたんでしょうね、うん、でそれに関してこの河野太郎の対応が必要ならばとかっていうことがおかしいと。 っていうかまあなるべくですねこの問題をま縮小化して対応しないようにしてるんじゃないかとまあそういった意見も多数ありましておかしいとしか思えない、もうさっさと対応してさっさとやめさせるべき即中止ですよ、このマイナンバーに関しても廃止一択しかないとまあ僕もそう思いますしおそらくリスナーさんもそう思われると思うんですよ過去に500万人の日本国民のマイナンバーの情報が中国に流出。 まあどういうふうにもね何を悪用されてるのかもわからないもうどうなってるかわからないような状態にあるっていうことです。うん、本当にこれまずいいじゃないですか でこの中国で,です、ね、簡単にこの、ね、偽造されるこのマイナンバーカードとかでもそれがどうなっているかわからないいろんなところで出回っている可能性もあるしでそのセキュリティとかっていう面において全く信用できないわけですよ日本国民の,この個人情報が日本国内ではなく海外でもう流出しているということで。 でおそらくははっきりとわからないですよ僕もいろいろ調べて考えたということをお伝えさせていただくとおそらく何か工場か何かがあるんじゃないかと思いますけどねこの偽造する工場か何かそういったところでもう好きにこういったものを作ってるだからもうこうなってる以上マイナンバーっていう制度を即廃止するべきですよだって日本国民が個人情報が流出してどうなるかわからないわけじゃないですか。 うん、しかしこういった問題になってるにもかかわらず日本政府も河野太郎も全く対策を講じない方針を変えないっていう、うん、だから本当におかしいんですよこれもう、うん、いろんなことが言われてますけどもうただただおかしい、うん、おかしいとしか思わない、うん、さっさともうこのマイナンバーに関するあらゆるものを廃止するべきだと思います、うん、で、えーまあ、どういうニュースなのかっていうことを考えていこうと思うんですが中国人の女性が逮捕されたっていうことで。 でえー、国際的な犯罪組織から指示を受けてマイナンバーカードを偽造していたさらに、えー、もうね日本国民の500万人分というマイナンバーのデータが、えーまあまあ、その中国あるいはです、ね、外国の、まあ、そういった、まあ、国際犯罪組織の手に渡っている可能性が非常にまあ高いっていうことですよね。うん で12月4日に警視庁国際犯罪対策課がちょっとなんか難しいんですがあ公文書偽造かなあとあのこの中国人の犯人がですね犯人というかまあ容疑者というかが26歳でちょっと漢字の読み方がちょっとよくわからないんですよ。 なんか州容疑者っていう26歳の女っていうことが分かってる大阪っていうことですけどで容疑を認めてるっていうことなんですねでこの警視庁がマイナンバーカードの偽造を摘発したのは初めてっていうことで大体いい750枚見つかっておりほ他にもその偽造カードが流通したっていうことがニュースに書かれているわけですよ本当にやばいじゃないですか でこの26歳の女、周容疑者は中国の指示役から送られてきた個人情報を専用のプリンターを使ってカード偽造して日本に住むベトナム人に送っていたということで取り調べで容疑を認めているということなんですね。でこのののー容疑者のパソコンのデータからまあ、警視庁は国際的な犯罪組織が この州容疑者にマイナンバーカード750枚を含む1万枚のカード偽造をさせていた可能性があるということで、えー、まあ調べているということで完全に日本国民の情報が漏れているそしてこの、ね、国際的なあ犯罪組織にそれがもう、ね、手に渡ってしまっているということでもうこの時点でもう、ね、皆さんも思うと思いますがまずいとしか思わないんですよもう大至急こんなマイナンバーカードなんてやめるべきなんですよ続けるって言ってること自体おかしいじゃないですか。 で今でさえもう情報がまあ漏洩してしまっているわけですよ。 だからもうこれ以上、まあ損害とか被害がね広がらないうちになるべくねそのまあ最小限度って言ってももうねこんなに出てしまってますから最小限度でもないんですがもうとにかくこれ以上この被害が広がらないためにマイナンバーカードマイナンバー制度マイナ保険証もそうですもうあらゆるものを廃止する必要がありますだから廃止っていうかまあ無期限中止っていうかねそういったものが必要なんですよ。で ほとんどですね、今、マイナ保険証に関して利用する国民が少ないということで、全然うまくいってないんですが、まあ、その岸田も河野太郎も2024年の秋に紙の保険証をなくして、マイナ保険証にしようって言ってる時点でおかしいとしか思いませんが、日本政府とか自民党っていうのは、このマイナンバーカードについて必ず言うんですよ、利便性だけを語るんですが、全く日本国民に利便性などないと思います。 え一つのものにあらゆるものが集約されるとかって便利だとか利便性がとかっていうんですが落としたらどうするんですかっていう話なんですよ根本的なところから。で例えばこのようにですね、えー、この外国で、えー、こういうまあ情報が漏えいして流出した場合大変なこと取り返しがつかないじゃないですか。だからまあ いろいろなことが言われており、まあ、例えばです、ね、このマイナンバーカードで管理することによって、例えば日本政府にいろいろ意見を物申したり、反対する人間を取り締まるその監視社会を目指すということがある、その可能性はあると思います。しかしかそうではなく 外国の組織に日本国民の個人情報が出回るっていうことはいかにまずいことかっていうことを本当にね、まあ、皆さん思ってらっしゃると思いますし僕も思いますがもう本当なんとかしてですね日本国民が声を上げて このマイナンバー制度マイナンバーというシステムをまあ廃止あるいは無期限停止とかに持っていかないとこれ大変なことになりますよもうはっきり言ってもうどうなるかわからないじゃないですか,だからもうこの日本政府がまあこういうことに関して全くまあ何もとんちんかな無頓着のことをしてるっていうのもあるんですが外国のねその組織の手に渡ってるっていうことでこれやばすぎるなと思いまして。 えー、まあ、ちょっとこちらの件について思うところをお話しさせていただきました。このニュースですねかなり注目されてるんでまあ、リスナー様も見られた方いらっしゃるかと思いますので本当どうにかね僕たち日本国民が何とか声を上げてこのマイナンバーカードを中止無期限停止そちらの方に、えー、持っていけるように、えー、と思いますということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。